はい、どうも皆さん、こんばんは。マー君でございます。本日もお夕飯を作りたいと思います。本日ちょっとね、残業だったのよ。残業で、ちょっと遅くなっちゃったからね。本当はね、ほっともっと行ったんだけど、ほっともっと行ったらなんか30分待ってくれみたいなことだよ。だからセブンイレブン行って、でこちらを買ってまいりました。セブンイレブンのおでん、こちらを買いました。あれなんだね、もうね、店頭でおでんは売らないのかね。普通に売ってるさ、これください、これくださいみたいな。なんかもうこういうタイプのおでんしかなかったので、これを買ったんですけど、これにね、あと、家にある厚揚げ入れて、食べたいなと思っております。あと、これ、なんかよくわかんないけど、カップヌードルの辛いやつ買いました。はい、これ、締めてね、食べたいなと思っております。作ります。作るっつっても、温めるだけですけどね。で、ここに厚揚げ足して煮たいと思います。はーい、お疲れ様でございます。疲れたね。疲れたけど、金曜日の夜でね、いいね、金曜日の夜は。なんか金曜日の夜は特別だよ。なんかゆっくり時間が流れるような気がするよね、金曜日の夜は。では、1週間お疲れ様でした。では、おでんいただきましょう。ごぼてんだね、ごぼてんで。卵、大根が、昆布か。では、いただきましょう。からし塗ってね。ちょっとおつゆかな。美味しゅうございますね。最初なんか封を開けた瞬間、なんかすごいレトルトっぽい匂いするなと思ったけど、温めると意外といい感じですな。いただきます。
このセブンイレブンってこう大きいさ鍋で大根に卵にとかってこうやって言って取ってもらう、あっちのおでんの方がまあ美味しいのは美味しいよね。明日ワクチンだよ。これなんか書いていかなきゃいかんのかね、書かなきゃいけないんでね、これなんかね、結構なんかこれ不親切なさ案内だよね。高齢者とかもいるんだからね、もうちょっと分かりやすく。シンプルなものにねした方がいいような気がするな。だからね、セブンイレブンのおでんの厚揚げが好きなんだけどさ、お店でこう売ってるね、こういう パックのレトルトパックのおでんとかね、お店で売ってるおでんの厚揚げが好きなんだけど、これ厚揚げが入ってないから、厚揚げ自分で入れた。最近あれなんだよね、ちょっと誰に言ってるわけじゃないよ、誰に言ってるわけじゃない、あなたに言ってるんじゃないよ、ちょっと中年の星マー君 TV っていうものがちょっと誤解をされてるような気がして、うん、まあその誤解をされてることによってまあまあとても悲しいなと思うんだけど、この中年の星っていうタイトルだけど、マー君は決してその中年の星だとは思ってないのよ。木村拓哉とかさ、ああいう人たちが中年の星であって、決してマークは中年の星でも何でもないんだけど、ものすごい安易にこの中年の星っていうタイトルをおっしゃったんだけどさ、中年の星じゃねえじゃないかっていうことがご意見もいただくんだけど、全然中年の星と思ったらすごい安易に決めて悪気も何もなかったんだけど、もしまあそれでね不愉快な思いをするされてる方がいるんならね、本当ごめんなさい、本当申し訳ないですけど、うん、でその中年の星っていうタイトルからの誤解なんだろうけど、決してマー君はその料理を自慢してるとかさ、そういうつもりも全くなくて、なんていうの、この料理してさ女の人の人気を得ようとかそういうつもりも全くないのよ。なんかすごい安易な気持ちで始めたものがさ、まあすごいいろんな誤解を生んでるんだなと思って、少しまあ悲しい気持ちはなるけどね。古くからマークをこのリアルなマー君じゃなくてネット上でねマークのことを知ってる人は多分もう10年以上前からマークのことを知ってると思うんですよ。まだマークが顔とか出さずにさ犬の顔でやってた頃、でも特に最近古くから10年以上前からマークを知ってる人ではなく最近見始めた人なんだろうなと思う人たちからはやっぱりそういう誤解を招いてるような気がするな。でそのいろんなさ日常の愚痴とかそういうのもさ、最初は全然そんなこと言ってなくて、ある日ポロッと言ったその話がもっと話が聞きたいみたいなこと言われて、それからまあ、口というか、まあ、口だよね、居酒屋の隅っこで愚痴ってる、ね、うたつながらない中年の話なんだけど、
まあそれすら気に入らない人は気に入らないんだな。もうマークの歌気に入らない人たちなんかもうこれをもうやめさせたくて仕方ないんだと思うよ。いかにしてこれをやめさせるかっていう、もうそこに情熱注いじゃってんだろうな。私の人権なんても車検ぐらいのレベルなんで。でもほんとこんにゃくから聞くの料理を自慢してええかっこしとるわけではないんですよ。ええかっこするんだなね、半額のものでやって半額だったなんて喜ばねえよ。ワクチンだな。ワクチン大丈夫かな。まあ1回目だからね。ファイザーだしそんなに副作用も出ないんだろうけど。さっきお母ちゃんから LINE が来て、念のため食べ物を用意しておきなさいとか言ってたみたいな。明日午前中ちょっと買い物行って、万が一具合が悪くなった時用の食料買っとこう。ではこの辛麺だね、辛麺じゃないね、辛麺だね、辛麺をいただきたいと思います。すげえなこれ。辛そうだなと言いながら辛いものが好きなんだもんな。あ、なんかドロドロしてる、すげえドロドロしてる。辛そうでいいですね、美味しそうですね。ではいただきます。あ、大丈夫。ああ大丈夫だ。一瞬あっと喉に来たけど大丈夫。喉には来るけど口には来ないね。うん、おいしい。
美味しかった。それでは、ごちそうさまでした。皆さん、またお会いしましょう。さようなら。